グッズ毎月可愛いのがいっぱい出てるよね。ハラちゃん、置き場所ある？それがもう全然ない。困ったね。こういう時は皆さんの力を借りよう。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。アドルディです。今回はカービィグッズを集めている皆さんがどんな風に飾っているのか気になってお部屋の様子を大公開してもらうよ。おお、楽しみ。飾り方の参考にもなるね。真似する気満々でしょ。もちろんワドちゃんもお見逃しなく。早速見ていくよ。ウサワレさん、おっきいカービィが存在感ある。スイッチのカービィが4作品もあってゲームもグッズも好きなのが伝わってくるね。カルキスウォーターさん、ハンモックだ。気持ちよさそうだよね。ここにいるのはみんなマックのぬいぐるみだよ。たくさん集めたんだね。ナナさん、カービィカフェ口の缶だね。中身はグルメフェスぬいぐるみ詰め合わせ。食べきったのかな。じいさん、カービィ大量。タオル、存在感ある。カービィカフェのバースデーコースターが真ん中にあって大切にしているのがわかるね。いちごさん、カービィルームだ。これは猫ちゃんも楽しそう。カーテン周りのグッズ配置真似したくなるくらい素敵。あと2枚あって、こちらはぬいぐるみマスコットコーナー。すごい数。その上は棚になっているよ。花色琥珀さん、ここはお誕生日会の会場。オリジナルの頬張り変形が面白いね。いろんなグッズが綺麗に飾られていてどこを見ても楽しい空間。のすけさん、カービィカフェみたい。統一感あるよね。本当にカービィカフェのカウンターで同じ飾り方してそう。バッチさん、カービィカフェグッズ人気だね。もうこのスペースがお店屋さんみたい。ショッパーや手下げおしゃれだよね。タルトさん、こちらもカービィカフェグッズが多いね。そうだね、マグカップやポストカードやコースターが埃対策をしながら綺麗に飾られているね。チャンヌーさん、カラフルだね。いろんな色のカービィが仲間同士集まっていて可愛い。エリーさん、窓際のカービィ、置き方と帽子がおしゃれだね。映画のワンシーンみたい。エフライナーさん、机の上がカービィワールド。これからもどんどん増えていきそう。みゆさん、写真が明るい。同じシリーズでまとめてるんだね。まだあって、お部屋はこちら。ピンクと白、カービィもいっぱいだし、ゴマちゃんと袋も目立つ。可愛いキャラがいっぱいだね。ともさん、ぬいぐるみと小物がいっぱい。64キャラが好きなのかな。愛が溢れているね。ゆみぽよさん、リーメントさんのグッズが綺麗に並べられているね。博物館とか美術館の展示みたいに見やすい。ミオリュウさん、美白、写真の可愛さが溢れているね。飾り方も綺麗。壁の棚おしゃれ。写真もう2枚あるよ。ぬいぐるみマスコットがたくさん。こっちはドットライトが光ってる。すっごく明るいね。ラムテバさん、カービィが吊り下げられてる。もう1枚カービィカフェ口の瓶はガムを入れているみたいだよ。食べた後も有効活用してる。トミーさん、おっきいぬいぐるみたくさん。ちいかわとポケモンもいるね。こっちはワドちゃんメインのコーナー。うわあ、仲間がいっぱい。手作
ごいよね。明るくてかわいい。空気砲さん、背が高めのぬいぐるみだな。小さめのグッズは他の棚に飾ってるみたい。手作りっぽいカービィが気になる。テレビの前にも飾ってるみたい。マックのぬいぐるみが多いね。焼きプリンさん、床にもテーブルの上にも壁にも天井にもカービィ。こちらはカービィカフェのコースターを使ったB面とスペース。メルヘンチック、ここは階段。ぬいぐるみがちょうどよく収まってるよね。サナボンさん、こちらが全体図。大量のグッズをきれいに飾っているね。ここがぬいぐるみゾーン。プライズ系が多いね。天井までスペースを有効活用してる。右下はフィギュアとか小物系。100均の台を使って見栄えがいいね。左下はゲームや本もある。ここにも小さいぬいぐるみがいるの、かわいい。左の壁はマスコットぬいぐるみが大量。 IKEA のマルチハンガーだね。下にはコルクボードにキーホルダーとフックにリュック。どのグッズも綺麗に飾っているね。猫猫さん、超大量のグッズを写真7枚にして送ってくれたよ。すごい数。どこを見てもカービィだらけだよね。お家が広そう。ウォールポケットみたいな吊り下げにぬいぐるみ入れるのいいね。真似したくなる。たくさんのグッズをきれいに飾っていて、これは見習わないと。ハート紹介コーナー。今回は脱線ブーさんからいただいたイラストを紹介していくよ。海の中きれいだね。ちょうど潜水カービィのぬいぐるみが出たあたりの時期にいただいたよ。季節的にぴったり。ロゴ入りとロゴなし両方もらったよ。サムネに使いやすいね。素敵なイラストありがとうございます。今回は皆さんがカービィグッズを飾っている様子やお部屋を見せてもらったよ。みんなのカービィ愛が詰まっていたね。時間の関係で紹介できなかったお写真もあって、またの機会にお披露目できればと思うよ。今回はこの辺りで終わりにします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。